一丁やってやるぜ。さあ、どの戦いを海の底でもあなたは負けることはない。私は信じています。ついに意識を取り戻した聖夜は、自分を呼ぶようなシャイナのコスモに導かれ、ポセイドン神殿へと向かう。そこで聖夜が見たのは、目覚めつつあるポセイドンと倒れたシャイナの姿だった。シャイナさん、しっかりして。シャイナさん、聖夜。そうだ、あのメインブレードウィナーにアテナはいる。お前が海王ポセイドン。もはやあの中は完全に水が満ちているはず。先ほどアテナの歌声も途絶えた。おそらくあれはアテナの最後の祈りだろう。お前たちの守るものはなくなったのだ。さあ引きたまえ。冗談じゃない。沙織さんは今まで何度も試練に打ち勝ち、生と死の狭間を乗り越えてきたんだ。きっと生きている。必ず俺たちが救い出してみせるぜ。お前こそどけ、ポセイドン。嫌なら腕ずくでもどいてもらうぞ。再び眠りにつけ、ポセイドン。せいや、君の体を消滅させてみせよう。はい、と。お前ごとに私に指一本触れることはできない。私は神なのだ。何が神だ。お前の顔色が変わるまでこの剣を打ち続けてやるさ。ゴールドセイントたちが自らの血を与えてくれたこのクロスをまとっている限り。ならば重荷にならぬよう、そのクロスもろとも君の体を消滅する。無駄だと言っているのがわからない。ああ、わからないね。無駄じゃなくなるまで何度でも続けてやる。今もアテナの祈りが聞こえたような気がした。まだ死にきれない。アテナよ、地上の滅びゆく民たちを、死を救う身を救おうとしたセイントたちのために最後まで祈り続けたまで。そしてせめて安らかに祈る。パーフェクト。ウィナー、海の底で眠れ。これが俺の実力だ。せいや、お前一人を死なせはしない。死ぬ時は一緒だぜ、兄弟。シリュウ、ヒョウガ。二人とも満身創痍、もはや生も根も使い果たした。死人に等しいものが火星になどなるか。死ぬ時は一緒だと言ったな。よかろう。死での旅が寂しくないよ。三人まとめて葬ってくれよ。ん？何？あれはサジタリアスのゴールドクロスか。ハイオロスの意志が火星に来てくれたのか。行くぞ、ポセイドン。この黄金の矢で全てを決める。その矢、今度こそ確実にお前の心臓を射抜くことになるぞ。心配いらないよ、聖夜。矢が戻ってきたとしても、私が盾になってお前の身を守ってあげる。シャイナさん、気持ちはありがたいけど、女の人を盾にして自分の身を守るなんて、そんな真似俺にはできないよ。聖夜、お前の言う通りだ。男の俺たちがいながら女の人を盾になんかさせられるか。そうだ、そうだよ、聖夜。
僕だっているんだから。ためらわずに撃て、セイヤ。断じて行えば鬼神もこれを裂くという。今まで矢が跳ね返ってきたのはあくまでもポセイドンを射抜こうとするコスモが足りなかったからだ。今度の矢は俺たち全てのコスモを込めてやる。よし、わかった。みんなの命俺がもらうぞ。アイオロス、このクロス使わせていただきます。ブロンズだろうがゴールドだろうが私には関係ない。ファイト。さあポセイドン、今度こそそこを通してもらうぞ。お前のまとうクロスはブロンズであろうがゴールドであろうが同じだと。何をやっても届かぬと分からんのか。どうかしてくれ。何度でも立ち上がるぜポセイドン。お前を倒しアテナを救うまでは。せいや、せいや頼む。そのサジタリアスによってポセイドンの野望を打ち砕ける者はせいや、お前しかいないんだ。サイナさん、愚か、まだ同じ過ちを繰り返すのか。もう少しで、もう少しでポセイドンの意志に報えることができるんだ。コスモの極みを満たせ。矢よ、サジタリアスの矢よ、今度こそあのポセイドンめがけて飛んでいってくれ。アイオロスよ、俺にアテナを救わせてくれ。なんだこれは。コスモ、無数のコスモがオーラとなって矢を取り巻いている。バカな、矢がこのポセイドンの意のままにならん。やった、ポセイドンに一矢報いたぞ。サジタリアスの矢を射られたポセイドンはコスモの放出をやめ、しばし呆然自失状態となった。その隙をついてセイヤたちはアテナが閉じ込められているメインブレドウィナへ向かう。しかしポセイドンは我に返るとともについに長い眠りから目覚め、神の人格を完全に取り戻してしまうのだった。思い出したぞ。私はこの世を浄化するために長い眠りから目覚めた。私は神、海王ポセイドンなのだ。なんだ今の落雷は。ポセイドン、コスモが何百倍にも膨れ上がったみたいだ。俺はゴールドクロスを着ていたからいいものの、みんなは。せいや、アイオロスだけでなく我が主カミュも力を貸しに来てくれたようだぜ。おお、アクエリアスのゴールドクロス。せいや、ヒョウガ、
お前たちだけ戦わせはしない。ああ、ライブラのクロスも。オイラ最後の力を振り絞ってテレポーテーションして、よかった、間に合って。よくやったぞ、キキ。ロジ、ライブラのクロスをお借りします。あくまで神に逆らうか、愚かな者どもめ。なんと恐ろしく強大なコスモだ。相手は神。ゴールドクロスをまとっていても倒すことは無理かもしれん。たとえ倒すことはできなくても、ポセイドンを立ち退かすことさえできれば、その間に沙織さんを救い出すんだ。黄金の矢がお前を射抜く。お前ファイト。シタリアスとアイオロス、アテナのために、今一度俺に力を貸してくれ。神の前でゴールドクロスなど何の意味も持たぬことを知るがいい。俺に残った全てのコスモをぶつけてやる。たとえ倒すことはできなくても、わずかの間でもいい、ポセイドンを抑えるんだ。神として目覚めた私に立ち向かってくるとは、愚かな余念よ。お前たちの汚れた手でメインブレッドウィーナに触れることは許さん。なんて巨大なコスモの運営なんだ。わからんよ、メインブレッドウィーナのうちだ。アテナが命を尽くせば、お前の戦いは無意味。俺は諦めない。アテナを守るのがセイントだ。俺の命に変えても、サオリさんは救い出す。行くぞ、ポセイドン。どこまでも愚かな人間め、神であるこの私を倒せると本気で思っているのか。ウィナー、地上の平和を、アテナを守るのがセイントだ。ちょっと手加減しすぎたかな。ポセイドンが倒れている今のうちだ。わかるか、シリュ。メインブレドウィナの方角はまっすぐ目の前だ。わかるとも。たとえ目が不自由でも、やっとたどり着いた最後の柱だ。三人一度にライブラの武器で攻撃するぞ。行くぞ、砕けろメインブレドウィナダメだ、俺たち3人の渾身の力でもビクともしないなんて。あと一歩というところまで来ていながら、結局アテナを救うことはできないのか。ここまで来て諦めてたまるか。シリューのロザン昇竜派、氷河のオーロラサンダーアタック、その2つの威力で俺をメインブレドウィナーへ飛ばしてくれ。セイントが究極にまで高めたコスモによって砕けないものはない。俺は必ずメインブレドウィナーを砕いてみせる。そしてアテナを救い出してみせる。だから二人の力を貸してくれ。決して死ぬんじゃないぞ、セイヤ。貸せぬ。ポセイドンが再び立ち上がった。しかもさっきよりはるかにコスモが高まっている。せや、ポセイドンは俺が羽交い締めで抑える。ポセイドンを封じるアテナの壺はメインブレドウィナーの中だ。余計な真似を。兄さん、今度は僕が助ける番だ。頼んだぞ、せや。ロザン昇竜派、アテナのために今こそ飛び立てペガサスよ、オー
のコスモをお前に、みんなのコスモを君に。くあ！していく。沙織さん、よかった。貴様たちはどこまで愚かなのだ。神が汚れ切ったこの世界を作り直そうとしていたのだぞ。お前たちのしたことは神への冒涜だ。許すことはできん。ポセイドンのコスモがさらに巨大化した。まるで全宇宙を包み込むような凄まじさだ。ダメだ、俺にはもう防ぐ力さえ残っていない。矛のコスモが消えた。この力はポセイドン、もはやあなたの完全なる敗北です。それはアテナの壺。あなたはこの壺の中で再び眠りにつくのです。さあ、戻りなさい。黙れ。お前こそ永遠に眠るがいい。いつまたの矛を喰らえ。うわっ、カノン。この三つ股の矛はもともと俺が岩牢で引き抜いてしまったもの。俺が受けるのが最もふさわしい。それにアテナ、命の恩人であるあなたへせめてもの恩返しを。カノン。アテナよ、武器を嫌うお前に私と戦う術など残っていまい。このコスモ食らうがいい。忘れたのですかポセイドン、私にはどんな武器にも勝るセイントがいることを。死に損ないどもに何ができる。私のコスモがアテナに届かない。これはアテナだけではない。セイントどものコスモが一つになって。この時代に目覚めたのはあなたの本意でなかったはず。さあ、もう一度眠りにつきなさいポセイドン。やった、ついにポセイドンの魂をアテナの壺に閉じ込めたぞ。行きましょう、みんな。アテナのコスモがセイントたちを包み海上へと押し上げていく。海底神殿はアテナの壺とともに海底に沈み、ジュリアン・ソロモンまた生き残ったマリーナのテティスによって地上に戻された。この世に邪悪がはびこるとき必ずや現れるという希望の闘士セイント、私は誓います。この先どのような試練が待ち構えていようと、セイントたちを信じ、共にこの地上をどこまでも愛し守り抜くと。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。